岡グローバルベンチャーアワーズは、福岡市が国内外の起業家の交流拠点となることを目指して開催されました。目的はグローバルに活躍するベンチャー企業を数多く創出していくこと、そして海外からは福岡を拠点にして日本市場への参入を促進させるための支援をすることです。応募企業に求められるチャレンジは、イノベーション性、事業性、グローバル性、起業家マインド性です。ファイナリストは日本国内、そして海外からそれぞれ選ばれました。国内ファイナリストとしては厳正な書類審査を経て、応募企業21社の中から福岡より3社、東京より同じく3社が選ばれ、最終審査発表会に向けてビジネスプランや事業戦略に関するアドバイス、英語によるプレゼンテーション指導を行いました。一方、海外ファイナリストについては、福岡を拠点とした日本市場へ参入意思のある企業を実行委員会が持つ海外の広いネットワークを通じて募集しました。多数の応募企業の中からビジネスプランとプレゼンテーションの事前評価が高かった5社が、海外ファイナリストとして福岡グローバルベンチャーアワーズの最終審査発表会に招待されました。Let me start the presentation by asking my staff to explain what an MBA is. Yeah, I was a teacher in elementary school for 4 years. I really love my students. 海外審査員を含む7名の審査員が最前列に並び、質疑応答も英語で行います。グランプリは難聴者向けスピーカーを開発・販売しているユニバーサルサウンドデザイン社が獲得。徹底した現場志向で難聴者の問題を得意のテクノロジーとデザインで解決していることが高く評価されました。その他にも多数のスポンサーによる副賞や企業賞が授与されました。福岡グローバルベンチャーアワーズは単なるコンテスト・イベントではありません。海外応募企業は最終審査発表会に先立ち、福岡市による地元企業への紹介や市内商業地域や施設の見学会が行われ、海外企業誘致の支援活動が行われました。福岡グローバルベンチャーアワーズは福岡市初の国際ビジネスの交流イベントです。